神木の楠すの木白宝宮は、香川県境出市に鎮座する神社で、明治維新以前は、ストク天皇社であった。民の宮とも呼ばれる。旧社閣は、県社。佐ぬ十五社第九番。方言の乱の敗北により、ストク上皇は、佐ぬ国へ入るされ、同年旧暦8月10日に、佐ぬに上陸し、最初の約3年間を、林田の雲井御所で過ごした後、 長官2年旧暦8月26日に放御するまでの約6年間を鼓岳の御堂に遊兵されていたと言われ、その鼓岳は当地であるとの説がある。なお、当地ではなく府中鼓がお下記の丸御殿で過ごしたとも言われている。そして、上皇の玉体をダビに伏すまでの間、当地の後方にある清水に浸しておいたところ、毎夜、上皇の御所があったとされるところから人口が、 輝いたと言われる。二条天皇の戦時を受け、崩御したその年のうちに、御所の後に、上皇の鎮魂のため、ストック天皇者が造営された。その後、還元二年、御佐賀天皇により、再建、荘園が侵入され、その際、真似構えを別当寺とした。天正年間に陛下により消失したが、その後、再建され、江戸時代には、ストック天皇社の沢へぐう。 ストック天皇名の宮などと呼ばれ、金華山名上樹寺マニダマインと一体の存在として、四国八十八箇所の七十九番札所となっており、ストック天皇者は天皇さんと呼ばれ、マニダマインは天皇寺と称するようになった。それから、時代は下り幕末の動乱を憂いた、公明天皇は、ストック上皇の御霊を京都に戻し鎮魂することを提案したが、 慶応2年旧暦12月25日に実現しない、まま放御した。慶応3年旧暦1月9日に石を継いだ、明治天皇が戦争、上皇の命日の慶応4年旧暦8月26日、佐抜に直死が派遣され、翌日旧暦27日に京都御所で即位式が行われ、旧暦9月6日に、上皇の御霊が京都の白峰宮に到着し、翌日、 その御霊を明治天皇が参拝した。なお、さらに翌日の旧暦8日に、慶応から明治に改元されている。東急から、ストック上皇の御霊が京都へと戻った後、ストック天皇者は白宝宮となり、アマテラス大臣と金山御神体、金山姫と金山美子を祀る神社となり、神社の境内にある寺院は廃寺開店という、神仏分離霊の方針でマニダマインは、 ハイジされマニダマインイは東急の初代新館になった。なお、明治20年に筆頭末寺の高寺ー員がマニダマインの後に移転し、天皇寺として札所を引き継ぎ、白鳳宮のサンツトリーから社殿に向かう参道の両脇に天皇寺高寺ー員の境内がある。一ノ鳥居ありがとうございます。